さあ、109回生6番の砂が胸厚の自力勝負を展開で外上がります。関東勢埼玉コンビが前へ上がって愛媛勢が切り替え含み、5番の菊池はここは引かされる展開です。デビュー戦地元で迎えた5番の菊池、一旦4人を送り出して後方5番手まで引きます。600を通過で残り1周半、6番の砂賀の先行体制、外に膨れながらのところです。愛媛勢は中段入って、5番の菊池はジャンの4コーナー5番手から高速スパート発進で、1番斉藤が口が開いて厳しい追走になりました。1コーナー一気にかます5番の菊池、これは一気に引き離して独走状態濃厚です。すでに5写真リードに離れました。バックストレッチ2番手、なんとか上がった1番斉藤、第2先行気味の2番手です。さらにその後ろの3番手、2番の宮田が切り替えて、あとは3番の北田、6番の砂がもつれていますが、すでに10写真以上引き離しました。5番の菊池、インパクト十分な走り、デビュー戦逃げ切って初勝利のゴール。2着争いはどうか。3番の北田、2番の宮田、両者の争いです。さあ、ジャンが入って前段神奈川勢に対して前島恭平まだじっくりと構えています。3コーナーから4コーナーカーブ、前は2番の梶原翔太、対して前島恭平どうやら4コーナーから踏み上げていきます。さあ、上信越への仕掛けに対して梶原翔太どう反応するか。4コーナーから直線、やや踏み合った格好ですが、抑え切ったのは1番の前島。結局梶原がちょっと打ち詰まりの格好、これを見て短期戦6番の砂賀が発進。最終周回1コーナー回って、さあ短期かましました。6番の砂賀正則、3写真から4写真リードを取った。追いかける1番の前島が2番手、体勢ばらけて4番の村上が3番手、やや離れた7番の栗田が4番手。最終バックを通過して神奈川勢現在後方2番の梶原、やや遠い5番手で3コーナーから4コーナー。先頭6番の砂賀でしたが、これは差を詰めて1番の前島どうやら捉える勢い。4コーナーから直線、さあ一気に形勢逆転、1番の前島先頭に変わって、あとは4番の村上、7番の栗田光一、大外5番の渡辺が突っ込んでゴール、広がっています。最後は4車のゴール前広がりました。ジャン前で一旦4番の三浦が突っ張る構えでしょうか。打掌が入っています。さあ、再度車を控えて6番の砂川正則、3番手4番手と交代していきます。先頭4番の三浦まだ誘導を残す格好、これで後続の動きを待ちます。6番車砂が一旦ためを作って、現在5番手外並走、4コーナーから直線に向いていきます。最終周回、ここで誘導が外れて三浦亮が一旦ペースを作ります。さあ、外並走タイミングを見る6番の砂が、逆転がなるかどうか。1コーナーから2コーナーペースアップです。さあ、このまま4番三浦がかけます。今日は三浦がしっかりと主導権を取って2コーナーから向こう上面、砂が正則終始外並走から、ここはちょっと苦しい流れ、2コーナーから向こう上面さらにペースが上がります。さあ、今日は軽快なスピードで4番車三浦亮、これはかかりのいい先行だ。3コーナーカーブ、1番の阿部が2番手、2番の片山、その後7番の佐野がやや離れますが、3番手からむしろ片山大輔が縦に踏んで直線コースだ。さあ、先頭4番三浦粘ってきますが、2番の片山、1番の阿部がゴール前に迫って広がってゴール、間から1番の阿部高光か、あるいは粘った4番の三浦亮。その関東が早くも仕掛けるタイミングを図る格好で金が入りました。3コーナーカーブ、さあここで一気に仕掛けた2番の関東、5番車小林、7番の本間順も続いて、関東の3人これで抜け出していきました。反応した1番の須藤がここで切れ目切れ目の4番手に立ち回って、下げた梶原翔太は5番手、短期戦砂川は依然最高峰で最終周回に入ります。さあ、一旦抑えた関東がゆったりとペースを流してスローペースに落としています。最終周回1コーナー回って、関東佐藤の逃げ、梶原翔太じっくり構えて5番手、短期戦砂川依然最高峰で2コーナーから向こう上面です。さあ、どうやら関東佐藤のマイペースです。2コーナー回ってペースアップ、縦1本で飛ばします。2番の関東佐藤のマイペースだ。最終バックを通過して、これで小林和彦絶好の流れ。最終3コーナー6番車砂川が最高峰をまくり上げますが、制するように4番の梶原が2センターからまくり追い込んでくる。先頭2番の関東で4コーナー回りました。あとは5番の小林、7番の本間、外目4番の梶原も迫るが、間3番の片山を突っ込んでゴール、大混戦。最後は関東足場から5番の小林和彦。熊本5番の田中健二がこの四国中国の3番手を選択です。中段には7番の片岡範明です。追い込みタイプですが、時折自力のまくりが打てます。7番の片岡、同郷2番の清水和弘つけます。
そして6番手からは6番須永正則、109回生ですが、まだ結果が出ておりませんが、どうでしょうか、機動力発揮でしょうか。同郷4番田中陽介、マークの埼玉勢から先に仕掛けてきます。2コーナーからバックにかけていきますが、さあ3番今村が突っ張る作戦に出るのか、6番の須永の動きをやや封じる作戦ですが、ここは地元の今村が突っ張って須永の動きを封じますが、その4番の田中陽介が少し離れておりますが、どうやら今村が粘るような感じの先行となっていきそうです。1番の脇田義雄、そしてその後ろ横にまだ並んでいますが、須永はちょっと横に並ぶ状態が続きます。そしてその後ろからは4番5番と少し絡んでいきますが、マイペースで踏んでいきます。3番今村凛太郎、1番脇田マーク、そして6番須永も粘っていきますが、後方を溜めて7番片岡範明のまくりが決まりそうな雰囲気です。さあ2番の清水和弘、東北岩手でがまくり切った今村、まくられて3番手の位置なんですが、先頭は7番の片岡、そして2番の清水、さあ岩手両者でワンツー決まりそう。ゴール前この両者の首位争いは7番2番でしょうか。3着は1番の脇田が差し込んだ気配。大阪の河合大輔で並走です。この後ろからの組み立ては一応九州、鹿児島2番浜田翔一郎、熊本4番田中健二と並んでの周回です。人気の方ですが、東の植木、清水あたりの折り返しが2車単人気を集めていますが、展開的には6番須永の好位のマーク争い、その宮村光一も直接の目標がなく2番手アウトで競っております。さあまもなくバックストレッチへ向かっていきます。金が入っていきます。6番の須永正則の正攻法です。1番3番が番手の争い、その後ろが7番5番の3番手の並走、そして2番4番の九州が追走です。さあ展開を考えますと、6番須永にとってはマイペースが望めそうなんですが、後ろ東の1番植木隆は縦の足スピードがありますが、3番の宮村光一も番手アウト、気迫を見せていきます。さあこのままペース掛けとなりそう。6番須永正則、さあペース上がりました。ここはどうでしょう。1番の植木がスピードで2番で取り切るか、近畿勢ちょっと踏み込みました。7番の清水義康が3番手警部で、東勢が流れを作ってバックを通過。6番1番7番2番、そして4番3番5番といったところ、近畿はちょっと後方に置かれました。さあ先頭は6番車の須永正則、番手を取り切った1番の植木隆、7番の清水義康、3番手から踏めて直線はどうか。この関東両者に打つか、2番が内に切り込んで伸びてきた。1番の植木、そして2番の浜田翔一郎。中段切れ目には2番神奈川の勝俣智美となりました。6番の須永正則、今日もほぼ機動力的に展開的に有利な組み合わせかと思われます。後ろは5番の菊池大輔、初日3着の成績を残しております。菊池が1番人気、この後ろ照準は香川の3番三好英二がつけております。さあ6番の須永正則が抑えてきました。先頭4番の架橋は番手で粘る競争もできますが、どうでしょうか。バックへと向かって隊列少し短くなっております。抑えてくる6番須永正則、5番の菊池大輔がアウト、4番の架橋正幸インで抵抗を取るような感じの作戦です。1番の宮村光一が3番手インコース、そして3番の三好英二がアウトですが、さあ6番の須永を制して4番車の架橋が今度は須永を抑えるような感じで最終ホーム主導権を取っていきます。後ろ1番宮村光一の福井勢がレースを作っていきます。須永は少し浮いた格好ですが、7番の河合大輔追走で近畿勢が流れを作っていきます。2コーナーからバックストレッチ、4番1番7番そして6番5番の菊池なんですが、須永が叩けずちょっと苦しい状態、中段アウトあたりです。さばいてくる1番の宮村光一、逃げる4番架橋、その後ろから1番後方足を溜めて2番の勝俣富が一気にまくり気味に追い込んでくる。さあ直線向かって4番の後ろから番手1番、そしてそこから2番車の勝俣抜け出して2番の勝俣か2番1番3番両者の2、3着の争いです。2番手と大差をつけての完全 V、
鮮烈なデビューを飾った新人の5番望月です。さあその5番の望月のパワフルさ、ここも発揮となってくるでしょうか。レース雀州会の一センター周りで後方から出てきたのは最強勢6番の砂川正則が抑え込みにかかって2コーナーを通過していく。抑える6番砂川、ジャンを迎えていきます。6番砂川の後ろ、若干4番の斉藤敷明が離されていますが、再度連結なるか。5番車も望月突っ張る体勢を作っています。抑え込めるか6番砂川、両者並走から4コーナー抜けていきます。5番も望月突っ張り、6番の砂川ちょっと外に浮かされる格好となっています。1コーナーのカーブ、5番も望月先頭、続く2番の斉藤が6番車砂川をどかしていく。そこを後方から一気にまくってくるのは4番の斉藤茂明、斉藤のまくりが前段を捉え切る。1番小林が追って4番1番最強2車に5番の望月が3番手追っていく。粘って2番の斉藤が4番手、2センターから4コーナー、4番斉藤茂明まくりきて直線は1番の小林が追い込んでくる。東京両者の1着争いは1番車かわしてきました。レースはジャンの周回です。最後尾には6番の砂川です。砂川も先行まくり、109期の新鋭、縦一列の状態で1センターを通過しています。先頭に構える上越勢、その後2番の福田が追います。そして1番長い3名ライン形成されての本戦は中段位置から、ゼッケン通り4番の荒川4番手に位置していまして、ジャンを迎えての3コーナーです。縦一列崩れない状態から4番の荒川が発進していきます。3名のライン形成を抑えて先頭に進んできました。5番の渋川はすんなり引いて中段を確保です。6番の砂川現在も最後尾です。残り1周迎えて縦1列1コーナーを経過していきます。4番の荒川ペースでかけていまして、1センター過ぎ4番車荒川がスピードアップで、7番の黒川1番の村田と本線3名ができています。あとは4番手5番車渋川のまくり返しになってくるでしょうか。3番車高橋が追い上げ開始も車が出ていきません。2センターから4コーナー、4番7番1番3名できったまんま直線コースを迎えていく。4番荒川押し切れるかどうか。7番車黒川迫っていきまして並んできましたが、わずかに4番荒川大輔が勝っているのか。後ろを気にしだして3番の林中段位置、6番の砂川正則先頭の状態でジャン周回1センターを通過していきます。縦1列が続いていまして、まだ動きの方はなく、ジャン前2コーナーからバック通過です。さあ5番車内田がここで上昇開始です。ジャンを迎えるバックストレッチで後方周りから上がってきている5番の内田、これを突っ張って6番の砂川、砂川先行体制で最強2車先頭にできった状態、3番の林が続いて3番手中段をキープです。もう一度後方に戻った5番の内田敦のまくり反撃になるか。残り500を通過していく。さあちょっと中段もつれましたが、5番車内田の反撃なるか。1番の長沼もこの5番車を牽制していって番手発進まくっていく。1番長沼2コーナー抜けていき、先頭は1番の長沼となっていますが、5番の内田が2番手を回っていきます。3番の林はインコース出ていけない状態で2センターのカーブ、1番長沼粘り切れるかどうか。5番の内田が外に持ち出して直線コースを向かいます。5番の内田敦を追い込んで、外からは2番の熊谷、3着には4番の黒田が続きました。外のラインに変わりました。さあ後ろを見ながら徐々にピッチを上げようというのが7番の坂本拓也です。赤番周回に入りました。さあ4番手前との車間を空けている2番の長谷部がどこから仕掛けるか。さあ行った、2番の長谷部行きました。7番の坂本をバックで叩いていく。打賞が入ります。2番の長谷部翔、5番の桜井俊之、そして3番手3番青山のインコースで7番の坂本は粘っていくのか。4コーナーからホームストレッチ、3番手並走で残りは1周です。2番の長谷部翔の先行作、さあ内側潜り込んでいって7番の坂本拓也が2番手のインコースになってきた。さらに内側から2番の長谷部をインまくりするかどうか。バックストレッチから3コーナーに向かっていく。しかしここは2番の長谷部逃げ粘る。2番手のインコースが7番の坂本、アウトコース5番の桜井で2センターから4コーナーにかかります。先頭2番の長谷部、長谷部先頭で帰ってきた。外から迫ってくるのは1番の高浜雄一ですが、2番の長谷部を仕切りました。第2レースのチャレンジ予選競争です。
オープニングレースに続いてこの第2レースも伊藤の若手が大活躍という競争になりました。2番の長谷部翔、先行策から堂々押し切っています。そしてこの後ろなんですが、2着3着この辺りは接戦模様でしたが、外から伸びてきたのは1番の高浜雄一で、ゴール体制は2番1番の順、3着はどうでしょうか、7番坂本か5番の桜井か、激しく競り合っていたこの2人でありますが、3着は7番の坂本体制有利とお伝えします。ゴール体制は2番1番7番の順ですが、これはまだ決定ではございません。後ほどの審判からの放送をお待ちください。第2競争でした。いきません。4コーナーからホームストレッチ、まもなく赤番の周回を迎えます。さあまだ動きがありません。2番手3番の渡辺裕太がちらちらと後ろを振り返っています。前1番本田拓也とは車間を空けました。2コーナーからバック、さあここで誘導が降りて、3番の渡辺が1番の本田を叩いていきました。打掌が入っています。渡辺裕太先行体制、2番手7番の青山幸男、2番の佐野が少し離れていましたが追いついていく。この後ろ5番小長に離れて、4番手が1番の本田拓也になりました。残りは1周です。逃げる3番渡辺裕太、さあ最後尾から6番の砂川正則がまくりを放っていきます。第1センターから2コーナー、さあ3番の渡辺まで届くかどうか。6番の砂川バックストレッチ、4番手のアウトコースでいっぱいだ。3コーナー回った、先頭は3番の渡辺裕太、2番手7番青山幸男、4コーナーから直線コース、さあ番手位置から7番の青山迫っていきますがどうか。3番の渡辺が押し切ったか、それとも7番の青山幸男か。人気両者のワンツーフィニッシュが決まったようですが、勝ったのはどちらでしょうか、渡辺か青山か、3番か7番か。リプレイをご覧いただいています。軽快に逃げました3番の渡辺裕太、この番手から7番の青山が直線迫っていったんですが、さあ並んでかわしたところまで行ったかどうか。スーパースローです。内側3番の渡辺体制有利、2着で7番の青山とお伝えします。3番7番の順、そしてこの後ろは1番の本田拓也が伸びてきました。ゴール体制3番7番1番の順とお伝えしますが、後ほどの審判からの放送でご確認ください。第1競争でした。まずは6番の砂川正則が3番の斉藤和也を抑えています。ここで誘導が降りました。6番の砂川が出て赤番周回です。砂川の後ろは1番の大越、そして5番の筒井が3番手、そしてアウトコースに持ち出した2番の黒瀬光一が2コーナーからバックストレッチ、さあ先行体制を取っていくんでしょうか。さあ2番の黒瀬が上がっていった。6番の砂川を叩いていく2センターから4コーナーです。さあここは内側砂川も応戦しますが、2番の黒瀬光一が叩いて出て残りは1周です。さあ黒瀬光一の先行になりました。4番佐野が2番手、インコースには6番の砂川正則、これをまくってくるのは3番斉藤和也だ。斉藤をまくっていく、しかしマーク7番吉田が切れて2番手追っていくのは1番の大越圭介だ。バックストレッチから3コーナー、先頭は3番斉藤和也、2番手続く1番の大越圭介、それから2番黒瀬で4コーナー回っていく。3番の斉藤和也、この後ろから1番の大越が並んでかわした。1番の大越圭介です。オープニング第1レースチャレンジ一般競争、最後は1番の大越圭介が3番の斉藤をかわしました。まくっていった3番斉藤だったんですが、吉田のマークが切れてこれを追っていったのは1番の大越でした。走路審判は今異常のなかったことを示しているようです。1番の大越、そして3番の斉藤、この後ろ離れて2番地元の黒瀬光一、ゴール体制は1番3番そして2番の順とお伝えしますが、後ほどの審判からの放送でご確認いただきたいと思います。第一競争でした。切れ目に鈴木、そして2番の徳吉がホームから上がっていきます。残り2周回です。まず前段に上がった徳吉、田を押さえていきます。短期の砂が後位インコースという風な形になっています。まずは田を押さえて2番の徳吉が前段へという形で打者を迎えていきます。そして3番の鈴木、3番手に入って4番手となった田をが巻き返していきます。
ペースを上げる徳吉をジャンの4コーナーで捕まえました。5番タオです。残り周回、そして中四国勢もラインができていきました。これで2番の徳吉が4番手、さあどのあたりから立て直していくのか。マーク7番の川添、最終枠を迎えていきます。先に仕掛けるのは最後尾からの砂川です。今中段まで上がっていきました。3コーナーから2センター、2センター手前、4番手から2番の徳吉上がっていくか、3番手まで直線コース、粘る5番田を押し切ってゴールインで2番手に2番の徳吉。残り2周回に入っていきます。後ろ攻めから早めに抑えていったのが4番の千原、インコース6番の砂川がいますが、まあ、実質的には1番の米倉を抑えながら積極的に前に行こうという流れになっている4番の千原です。4番千原博之、3番の片山隆二、さらには2番川添信也、5番の伊藤拓也と続いていって打賞を迎えます。あとは1番の米倉、7番の小永井と南関勢が5、6番手、6番砂川引き切って最後尾の展開、1番の米倉は5番手から立て直しの競争になっていきそうです。残り1周回、まだ動きはありません。前段4番の千原博之がペースを上げて、残り1周の1コーナーから2コーナーです。番手3番片山隆二、3番手絶好の位置2番の川添信也、4番3番2番、さあ後方からはどうでしょうか。1番の米倉がようやく3コーナーあたりから巻き返していきます。2センターから4コーナー、さあ3番手から早めに外へ持ち出して2番の川添信也前へ捉えるか、番手から3番の片山が抜け出してこちらが1着、そして間割って5番の伊藤。マーク4番の龍門は初日切り替えての競争がありました。そして6番砂川後方、残り2周回、後方 5,6 番手にいた近畿勢が赤番のホームで上昇していきました。7番の猪狩はこの流れを追っていきます。2番の茎本はインで粘っています。打賞手前2コーナー、ここでスルスルと後ろの動きを気にしながらも3番の千原が主導権を握り打賞に入って、3番手は猪狩が上がって4番手インコースに茎本です。3コーナーから4コーナーを迎えていきます。さあここで7番の猪狩がスパート、3番チェラも先行していますが、ここは7番の猪狩が捉えていきそう。残り1周回、先頭変わっていきました。東の連携、7番の猪狩、1番の鈴木、この両者が先頭2番手に変わりました。3番千原は3番手から立て直せるか、一方2番の茎本は5番手、7番1番3番4番2番5番6番という縦1列。3コーナー2番手1番鈴木は後ろの距離をしっかり見ています。見据えての展開、4コーナーから直線、それぞれ中段後方から追い込んでいこうとしますが、番手絶好の位置から1番鈴木が抜け出していく。あとは3番千原か。誘導との車間を空けて前受けから一旦踏み込んだ3番渡辺でしたけれども、後ろ攻めから2番の寺沼が叩いていきます。3番渡辺が内側で抵抗を見せていきます。ジャンを迎えるところですけれども、2番寺沼がその内側を作って3番の渡辺、3番渡辺が2番寺沼を突っ張っていきます。2番手の外外並走となっています。2番の寺沼もう一回踏み込んでいく。残りは1周です。3番渡辺を叩き切りました2番寺沼、4番の音川がぴったり続いていきまして、その後ろ5番の片山が3番手で、1番の小林が4番手、その内側を救っていくのが7番の岡田です。2番寺沼、この人気の中心2番寺沼が先頭、最後の直線です。2番寺沼がどうやら振り切りそう。その後ろ2着争いどうでしょう。音川が踏ん張ったかどうか。5番桜井が踏み込んでいきまして、1番の古谷がちょっと口が開いたんですけれども、ここは前追走していきます。6番の砂川が3番手の内側まで下げて4番手まで下げていきます。対しまして前受けだった2番の斉藤は6人目の位置です。バックに入っていきまして、5番桜井ジャン前からペースを上げて先行していきます。1番の古谷、その後ろ4番の鈴木が続いています。車間が空きまして、6番の砂川が4番手、3番の田中、2番の斉藤は6番手、ラストは7番田崎、残りは1周回です。2番斉藤が最終ホーム6番手から仕掛けていきまして、最後のバックスイッチに入っていきます。その2番斉藤のまくり、4番手の外までやってきました。3番手そして2番手まで迫っていきますが、逃げるのは5番の桜井、4番の鈴木がここは止めに行く。最後の直線、5番桜井の外から1番古谷の追い込み、さあ並んでいます。3番手は4番の鈴木です。
3番の寺沼がこの須永の上がりを見て突っ張っていきます。残りは2周。6番須永も後ろから押さえてかけようとしたんですが、3番寺沼が前受けから須永を出させません。4番の宮田最後方に下げて、6番の須永も3番手の外後にまで下げてしまいました。3番寺沼の前受け突っ張り先行、そして7番村松が4番手で、村松マークで1番の斉藤が続きます。残りは1周です。今度は4番の宮田が1番斉藤と絡んでいまして、2コーナーからバックストレッチへと入っていきます。中段の位置からさあ7番の村松がまくっていきます。2番手の外までやってきました。短期のまくりとなっています。7番村松、5番の伊藤が止めに行きます。最後の直線です。前は粘る3番の寺沼、寺沼がどうやら振り切りました。3番5番2番です。2番の楠野が前に上がって、まずは3番の牧田を抑えに行きます。6番の須永が続いています。牧田はどうするか、まだ車は下げません。埼玉2人の後ろには1番の加藤が続く形になっています。バックストレッチ、先頭誘導員をかわしていく2番の楠野、3番の牧田は車を下げました。牧田は結局6番手まで車を下げる形になりそうです。3番手キープが1番の加藤、縦1列になりました。2番の楠野がペースを落としていますが、それを見てすかさず3番の牧田巻き返しにかかります。2番の楠野も踏んでいきますが、ここで残りが1周。3番の牧田がここは主導権を取った。2番手5番の山口、3番手2番の楠野が追っていきますが、その後ろ6番の須永が離れています。後方に置かれた1番の加藤をバックストレッチ、3番の牧田逃げていく、5番の山口が追っていく、後ろの様子を見ている。3番手2番の楠野懸命に追うが、なかなか差が詰まってこない。4コーナーから直線、3番の牧田が先頭、外から5番の山口を追ってくる。3番の牧田5番の山口並んでゴールイン。1着争い際どくなりました。牧田か山口。残りが2周というところです。5番の岩井が先頭誘導員の後ろです。ここは5番の岩井のみにラインができるという形になっています。さあ果たしてどのような組み立てになるか。2番の柏村が続きました。7番の栗田3番手、4番江崎、3番中谷、6番須永、そして1番渡辺、短期の4名は誰も動きません。残り600の鐘が鳴りました。まだ先頭誘導員の後ろ5番の岩井、少し車間を空けるような感じで後ろの様子を伺います。しかし短期の4名の動きですが、3番中谷がまずは上がってくる。それに合わせて5番の岩井が前に踏む。3番の中谷、そして外に1番の渡辺も踏んできていますが、渡辺中谷ともに交代していきます。2コーナーからバックストレッチ、5番の岩井の先行、2番手は2番の柏村、3番手7番の栗田が追って、4番手4番の江崎、3番中谷がこの後ろ5番手。4コーナーから直線です。5番の岩井が先頭、外から2番の柏村伸びてくるか。2番の柏村ゴールイン。2着争いが5番の岩井、7番の栗田で接戦です。5番手から5番の中谷が動きます。1番の東を連れて西日本の2人、ここは3番の村上の動きをまずは抑えていこうというところか。7番の駒井が先頭誘導員と少し車間を空けました。2コーナーからバックストレッチに入るあたり、先頭誘導員の後ろは7番の駒井です。2番手が並走になっています。残り600の鐘、7番の駒井が先頭誘導員の後ろで後ろの様子を伺っていますが、さあ5番の中谷も上がってくるか。しかしここは7番の駒井も前に踏む。5番の中谷がこれを抑え込んで主導権を取っていきました。2番手は1番の東、3番手ですが7番の駒井と3番の村上が並走する形ですが、7番の駒井が3番手を取り切りました。バックストレッチ、7番の駒井がまくっていく。2番手から前に並んでいこうというところですが、5番の中谷も懸命に踏んでここは抵抗する。7番の駒井並んでこれるか。4コーナーから直線、5番の中谷が先頭ですが、外から7番の駒井、7番の駒井抜け出しました。ゴールイン。2着3コース上昇クスノに6番の須永、さらには愛知コンビも外持ち出します。抑え込まれた3番の井野は一旦下がり、
まず先行体制2番のクスノ、残り2周の赤番、まず先手2番のクスノも巻き返してくる北日本勢、3番の井野がアウトコースを上昇も、2番クスノがペースを上げていく。さあ井野の仕掛けに5番の山口は離れてしまった。先行2番のクスノ、番手6番の須永、埼玉勢の動きに3番井野も外浮いてしまい、もう一度巻き返したいところ。3番手で1番の加藤ともつれている。さあ2番クスノが思い切った先行策、踏み込んでくる3番の井野、もう一度連携5番の山口、北勢が外踏み上がってくる。逃げる2番のクスノをまくり捉える3番の井野、追走する5番の山口、切り替えては1番の加藤、先頭3番の井野、番手回る5番の山口、そして1番の加藤で直線コース。3番井野の行為から一気に追い込む5番の山口、山口が一気に突き抜けて外1番の加藤。7番の茅野を抑えます。外に持ち出した1番中谷が巻き返しを狙い、それを突っ張る構えか。3番寺沼、後ろを警戒しながら先行体制。3番寺沼、叩きに来た1番中谷、主導権争い。3番寺沼が突っ張って、番手は5番の駒井、切り替え4番龍門中段入るが、もう一度1番中谷を迎え入れます。後方から7番の茅野がまくっていき、さあ九州勢のまくり、逃げる3番寺沼、マーク5番の駒井、東京両者に7番の茅野まくっていき、現在2番手の外、少し駒井ともつれている。3番寺沼先行策、番手しのいで5番の駒井、そして7番の茅野、2番の東は中段一旦入って巻き返せるか。今度は4番の龍門が外から、先頭3番の寺沼、逃げる寺沼、番手5番の駒井、もう一度3番手から踏み直して7番茅野直線コース、逃げ切り狙う寺沼、寺沼逃げれ、番手から5番の駒井、駒井追い込んで内は3番寺沼。昨日も果敢な動きを見せています。その門口に4番辻本、3番の龍門がその後ろ、ホームに戻り残り2周、このまま2番井野が先行体制、門口は3番手から踏み込んで井野を叩きに来ます。先手争い1番の門口、門口が井野を抑えていき、4番辻本2番手、インコース2番の井野が粘り、番手もつれる展開、井野がインコース包まれました。先行体制、門口でペースをつかみ、2番井野は内側、外4番の辻本、後方から6番の須永、須永が一気に踏み込んで門口との主導権争い。さあまくれるか、6番の須永、インコース突っ張って1番の門口、門口突っ張り切り、後ろ4番辻本、さらには3番の龍門、近畿両者が門口の行為を回って追い込みを狙います。逃げる1番の門口、このまま振り切るか、番手4番辻本、辻本が追い込みをかけて、さらには中3番龍門、インコース1番門口。前受けは5番の板崎が後ろの動きをチェックしています。さあ4番手1番の茅野が前へ前へと踏み込んでまいりました。1センターから2コーナーに向かうところ、5番の板崎が突っ張っていく、引いて1番の茅野は再度4番手の位置、6番の砂川は切り替えなく現在最高峰の位置です。バックから3コーナー、鐘が入りました。体型は縦1列、5番の板崎が突っ張りました。さあ1番の茅野は現在4番手、ここからどのタイミングで動いていくか。4コーナーからホームへ帰ってまいりました。さあ板崎が先行体制に入って残り400を切っていく、ここから1番の茅野が踏み込んでいく、2番手のアウトコースまで上がってまいりました。板崎の先行をまくる1番の茅野、2番手から先頭へ前を捉えていけるかどうか。ちょっと茅野は外に浮いて苦しい展開になっている。ただ3番の池内は前と車間がいて、その間に1番の茅野がすっぽりと収まりました。最後の3コーナーから4コーナーへ、後方から2番の土屋がまくり追い込んで4コーナー待ってくる、前は5番の板崎が粘る、板崎粘るが後ろから1番の茅野か、茅野後は2番の土屋あたり。第1レースはチャレンジの予選競争。はい、では1レースの決定です。1着は1番の茅野、2着は2番の土屋、3着は5番の板崎で決まりました。2車単1番2番2560円、3連単1259850円、その他はご覧の通りとなりました。さあ2番手前と少し車間を取った5番の山田、後ろの動きを見ています。赤番周回1コーナーから1センターに向かうところ、さあ2番手距離を取っている5番の山田、前行きは6番の砂が変わりません。
さあ後ろから来るなら来いという感じで5番の山田がじわっと車を上げていく。ここで主導権をやはり握りました。金が入って3コーナーです。山田実が先手を取って2番手は2番の河合大輔、その後ろには1番の竹野が続いていく。4番手は7番の角昇、その後ろ4番の橋村則夫で最終周回に入りました。体型は縦1列、6番の砂川1番後ろまで下がっている。さあ体型は縦1本の状態で5番の山田が飛ばしていく。エンジン全開、山田が先行。2番手は2番の河合大輔、その後ろには1番の竹野が続いている。砂川まくっているんですが6番手ここまで上がってきた。そして6番手からは3番の田中健二も縦に踏んでいくんですが、これはちょっと厳しいぞ。4コーナー回って前は山田、山田が先頭を粘っている。後ろから1番の竹野が届いた。1番の竹野が届いてどうでしょうか。7番の隅あたりも伸びています。第2レースはチャレンジの一般戦、2レース決定。1着は1番の竹野、2着は7番の隅、3着は2番の河合です。2車単17で660円、3連単は172,700円、その他はご覧の通りとなりました。小林が後ろに続いて関東勢、体型は縦一列でホームへ帰ってまいりました。残り800を切った赤番の周回、この辺りから6番の砂がじわっと車を上げていきます。5番の小林を連れて中段まで上げてまいりました。後ろをしきりに見ている7番の茎本が見ています。砂が前へ前へ上がっていって、茎本は突っ張る構えか。金が入りました。3コーナーから4コーナーへ向かうところ、さあ砂川前を叩きに行くんですけれども、叩けません。関東勢は後ろまで下がっていく。さあ茎本が突っ張って、後ろは1番の暗い、さらには3番の池田大輔が続いている。前に立って7番の茎本が流している。流してマイペースの先行になりました。まだ後ろを見ている1センターから2コーナー、砂川行くに行けないような状況になって2コーナーからバックへ入りました。さあこの辺りから茎本がさらにペースを上げていく。前九州勢で決まっていきそうなムード。3コーナーから4コーナーへ向かうところ、飛ばしていく7番の茎本に2番手は1番の暗い、4コーナー回ってくる。先頭は茎本が粘る、粘って後ろから1番3番車池田大輔、3番手から直線追い込んで池田、あとは1番の暗い、茎本はどこまで残っているか。2レースはチャレンジの一般戦、以上2レースの決定です。1着は3番の池田、2着は1番の暗い、3着は7番の茎本、2車単ラインですけれどもつきましたね。31で3920円、3連単1万円超えて11570円、その他はご覧の通りとなりました。さあ4番坂本はすんなり下がるかどうか。レース残り800を通過です。7番渡辺が抑えていって、2番手内のコースで粘る形を作っているのは4番坂本。さあその坂本が2番手並走のままで行くのかどうか。ジャンを迎えるバックストレッチで6番車須永が後方回り短期仕掛けていきます。6番須永一気に前段叩いて先頭へ、そしてその後4車身5車身開いて7番渡辺が追い上げる体勢となっています。4番の坂本は5番手に置かれていまして縦に長い展開です。6番砂川の奇襲先行で1人抜け出して10車身ほど開いて7番渡辺が追うんですが、4番車坂本が後方一発まくっていって6番砂川に接近、そのまま一気にまくり切って続く3番岡田、人気両者に続く2番高橋ラインで切って直線コース、4番坂本先頭で1着、快勝を決めた4番坂本。さあまず難関勢が本戦に蓋をする形となってレースは残り800、4番伊藤拓也が短期で難関勢を追う形で3番手外側です。包まれています1番マフネ、すんなり下げてそして一発狙ってくるかどうか。ジャンマイ2コーナー通り過ぎて1番のマフネ拓馬下がります。中段4番手の位置に下がって2番の渡辺薫が先頭の体勢です。2番7番難関勢、続く4番伊藤、2センター過ぎ踏み込んでいく1番のマフネは中段4番手から、6番の砂が現在も最後尾で残りは1周です。1番マフネが残り1周叩いて出て、続く5番木村、そして3番小林と本線で切って7番の鶴岡が切り替え4番手に収まっていきます。2番の渡辺が4番手インコースで再度踏み直して 3,4 コーナー中間、外回り7番の鶴岡が追い込みかけて直線コース、1番マフネ先頭からライン3番手3番小林が伸びてきました。内から5番の木村、
残り800を通過、1番の鈴木が切り替え、4番の渡辺はすんなりと引いていきます。3番の桂馬が先頭に立ち、番手マーク2番鶴岡、人気2社の後ろ外側から1番の鈴木吉田が上がってきて、インを切っていきます。さあ3番の桂馬はすんなりと下がっていまして、今度は4番の渡辺が仕掛けます。渡辺が叩いて5番勝又、神奈川2社に続く1番鈴木、3番の桂馬は後方に戻っています。一方6番砂川は現在も最後尾、縦1列で残りは1周、4番の渡辺が風を切ります。番手マークに5番の勝又、神奈川2社の先行体制に1番の鈴木、3番の桂馬まくれるか、5番手回り、6番の砂川後方から追い上げる体制で、3番手回りから先まくりは1番の鈴木をしたか、2センターから4コーナー、逃げる4番渡辺、ブロックする5番の勝又を突破して、1番の鈴木をしたか、まくり切って7番伊藤が追い込んでくる、最後は7番飛車、追いついて1番鈴木との1着から争い接戦。渡辺隼早くも動いてきました。渡辺に4番の畠山です。そして2番の小野和明、この辺3社が早くもアクションを起こして残り2周半ばです。まずは3番の渡辺隼が上がって、7番の酒井あたりをじっくりと見ています。まだペースゆっくり、2コーナーからバックストレッチ、3番の渡辺隼が先頭、2番手4番の畠山博之です。ジャンが入りました。2番の小野和明3番手に続いて、7番の酒井宏明が結局4番手でしょうか。後ろは1番の藤本、あとは5番の小野優作、6番の砂川辺りは最高峰です。鐘が鳴り響いて第4コーナー回ってきます。巻き返し7番の酒井、酒井の巻き返しが、さあ瞬発力がいい、一気に7番の酒井が先頭、後ろ1番の藤本がたまらず離れてしまいました。これは一人旅と早くもなってしまうんでしょうか。7番の酒井が先頭、後ろは10車身ぐらい離れて、1番の藤本まだ頑張っておりますが、さあちょっと厳しい状態、後ろから2番の小野が自力で上がって2番手に上がっている、後ろは3番5番と混戦、直線に入りました。7番の酒井後ろぶっちぎって1着でゴールインです。あとは2番の小野和明です。7番2番あとは1番の木村、そして6番の砂川正則、動いてきた7番の前島恭平です。まずは前を伺って5番の三浦あたりを抑え込んでいきます。7番の前島恭平、5番の三浦大輝の方は引きました。7番の前島が先頭、3番の斉藤正弘2番手、1番の木村が3番手、4番手中村秀樹です。さあ5番の三浦大輝は引いての5番手、後ろは4番6番です。さあジャンが鳴り響いて第4コーナー回っていきます。さあ7番の前島ペース上げていきました。2番手は3番の斉藤正弘、さあがっちりとなりました。3番手1番の木村茂樹、4番手2番の中村、5番の三浦大輝が5番手から反撃あるかどうか、後ろ4番6番です。さあ先行7番の前島、番手は3番の斉藤正弘、3番手から1番の木村が動いていく、5番の三浦もまくったんですが、それに合わせた1番の木村動いた。さあ番手の3番の斉藤が牽制したんですが、後方で落車、7番の前島が先頭だ、後ろから4番の大沼治です。4番の大沼、そして2番の中村、7番の山田のマークです。2番7番と西の2人、あとは6番の砂川正則です。残り2周半ばです。さあ1番の猪狩が誘導員の後ろ、上がってきた2番の川口優太、川口と猪狩で肩を並べて、2コーナーからバックストレッチ、さあ2番の川口が積極的に出ていくか、2番の川口が先頭、1番の猪狩がゆっくりと引きました。ジャンが入って2番の川口先頭、2番手は7番の山田、あとは5番の阿久津が3番手、そして3番の黒川勇です。相変わらず北関東勢3番手4番手、引いた1番の猪狩が5番手からです。後ろ4番6番です。さあラスト400を切りました。後ろを確認して2番の川口がピッチを上げていきます。
2番手は7番の山田、3番手5番の阿久津博之です。あとは3番の黒川、後ろ1番4番6番です。さあ後ろから1番の猪狩がいい感じで3番手から2番手までまくってきました。7番の山田が牽制するんですが、1番の猪狩もまだまだ粘っている状態、直線コースに入りました。2番の川口が先頭だ、川口先頭、後ろから7番、外から5番の阿久津博之です。阿久津博之、あとは内で2番の川口。藪下が上がります。藪下が野口を抑えてアウトコース、インコース、野口は2番手まで下がっています。少し並走するような形で2番手3番手、藪下が前を抑えて野口がインコース潜っています。外5番の片岡と並走です。打掌の4コーナー、さあ藪下の後ろで野口焦ってくるのか、直線に帰ってきます。マイペースの形になりそうな藪下、さあ藪下が踏み込んでいく。2番手の攻防は野口がインコース粘る、アウトコース片岡、3番手も藤田と栗原が並走で2番手3番手並走、バックを通過、逃げるのは藪下。藪下の後ろ野口か片岡か並走状態で、後ろも藤田と栗原がまだ並んでいる。さあ最終4コーナーから直線、藪下が逃げる、藪下片岡が詰めてくる、藪下片岡、そして藤田、2番5番4番。赤番を通過、体勢はまだ変わらず、小橋川が前受け、2番の大内は中段、百瀬、砂川といったところは後方です。大内が上がって2コーナーからバック、大内と神山、百瀬も続いていきます。前受けの小橋川、インコースを下げます。4番手まで下がりました。大内先行体制で4コーナー、小橋川が巻き返すか、さあ小橋川も踏んで上がっていく。ラスト1周、大内上がってきている、小橋川もがけになっている。さあ突っ張る2番の大内、まくれるか4番の小橋川、2コーナーからバック。さあ大内が逃げる、2番手上がってきている4番の小橋川、5番の神山、1番の石井がアウトコース、第4コーナー回ってくる、大内先頭だ、大内逃げ切れるかどうか。4番小橋川外を回って石井が伸びてくる、1番の石井、後ろ混戦。あとは6番の砂川も今シリーズ7着7着ですけれども、1番後ろで様子を伺っていきます。さあ小橋川が上がって、駒井は早めに後ろを下げました。難関勢が前、4番の鈴木は中段中段か、2番の駒井、7番の物部、1番後ろ6番の砂川。さあ打掌、小橋川がこのまま行くのか、駒井は後方です。打掌4コーナー、駒井が上がっていく、小前が一気に駆け上がって最終回先行体制に入っていく。物部が2番手、小橋川は3番手追走する形、立花が続いて、その後ろに郡司、難関勢中段、後方に4番の鈴木、最後尾砂が、さあ逃げる小前、2番手物部、小橋川差を詰められるかどうか。最終4コーナー、小前先頭だ、小前が逃げる、物部が追い込んでくる、物部が刺したか、小前が粘ったか。相手に赤番を見るところ、残り2周と変わっていきます。誘導の白3枚の元ライン、もう一方1番吉田は4番手、さあどの辺りで仕掛けていくのか、前段の様子を伺っていきます。2分制の競争、さあ4番手が1番吉田が上昇、前を抑えに行きます。3枚の元は車を下げました、金を聞いて前を抑えた1番吉田、下げて3枚の元4番手、前後体制変わっています。短期6番砂が切り替えなく7番手、後方警戒しながらペース上げていくのは1番吉田正史、直線コース最終周回。さあまだペースそのところで踏み込んでいく1番の吉田、4番の本間、2番渡辺、栃原に先頭にまで3番手、4番手に3番への元2コーナーからバック、さあバックも一本棒となっています。
飛ばしていく1番吉田、番手ぴったりマーク4番本間、2番の渡辺3番手、4番手がようやく縦に踏む3番榎本、2番の渡辺牽制して4コーナーから直線、1番吉田先頭追っていく4番本間、1番吉田正志が振り切って5人、1番4番3着2番渡辺。左手に赤羽見るところ、残り2周と変わっていきます。誘導の賞1番の伊野、このレース人気を集めています。ラインもう一歩、2番斉藤が4番手、外上がっていきました。2番斉藤が上昇、さあ前で1番伊野は突っ張る構えか、誘導外していきます。2番斉藤は体勢立て直せるか、4番手3番小長井切り替えました。金が入って1番伊野が先頭です。切り替え3番小長井4番手、2番の斉藤は5番手、短期6番砂が変わらず7番手、さあ後方警戒していく1番の井野、ペース上げていきました。先行体制に入っていきます。直線コース最終周回、さあ突っ張って先行体制、1番井野マークイン、7番の丸山、4番ゴーツボー、ライン先頭にまで3番手、後方5番手から2番の斉藤がタック爆睡地、2番斉藤のまくり3番手、2番手前段接近、7番丸山がブロックしました。さあこのカーブ1番井野先頭、番手牽制7番の丸山、あとは4番のゴーツボ、4コーナーから直線コースへ向かいます。1番井野先頭、番手が7番丸山、7番丸山勝也が最後は迫ってゴールイン、捉えたか。誘導賞4番の元3番手5番斉藤、後方5番手から6番の砂川が上昇中段、さらには前段と車を進めていきます。前受け4番の元、車を下げていくのかどうか、前段に清掃状態、前を抑えていった6番砂川正則、金を聞いて6番砂川先頭、今度は後方を嫌って5番斉藤が上昇、前を抑えていきます。打ち突っ張る構えの6番砂川、襲いから5番斉藤、5番斉藤が出切っていき、6番砂川交代、3番手直線コース最終周回、5番斉藤が主導権取りマーク、2番後藤地元コンビ先頭2番手、切り替えて3番込みで3番手、2コーナーからバックにあります。飛ばしていく5番の斉藤、さあ後方6番手から4番榎本がアタックし3番手、2番手前段接近、3コーナーカーブまくり捉えました。4番榎本乗っていく1番後藤、中内先頭2番手、この2人で決まったのか、4コーナーから直線、4番榎本先頭、番手から1番のゴーツボー、4番の榎本光雄に外、1番のゴーツボーワンツー。